プロスピもついに7周年に突入。リリース以降、ユーザーは様々なイベントを経験してきたが、その過程の中で、最悪のバグが存在していたことをご存知だろうか？その最悪のバグとは一体何なのか？今回はフェスタバグ、について解説していこう。ことの発端は2018年11月12日、この日にイベント、プロスピフェスタが開催された。Vロードや試練でチケットを集め、集めたチケットでイベント限定のガチャを回す。ガチャからはエナジーや契約書が出たりと、プロスピ界隈では人気のイベントである。育成もはかどるし、エナジー収集もいい紙入れなんだよな。フェスタ開催ともあり、育成に力を入れようか。ユーザーたちはそんなことを考えながらゲームをプレイしていた。そして、イベント開催から4時間後の21時、ネット上にこのような動画が出回るのだった。え？特に何もないように見えるけど、とりあえず、チケットの枚数を確認してみなよ。なんか13枚から減ってないんですけど、つまり、21時頃にフェスタ内にて、突如チケットが減少しないバグが発生したのだ。通常、プロスピフェスタはチケットを消費してガチャを行い、報酬を獲得できる。しかし、このバグ発生時にはチケットが消費せず、永遠にガチャを回し続けられるということだ。ということは、A ランク契約書や S ランク契約書も無限に手に入るってこと？欲しい選手がいくらでも手に入るわけだし、オーダーがいくらでも強化できると思うのだけど、契約書もそうだけど、フェスタではエナジーも手に入る。要するに、課金アイテムを無限に入手できるわけで、スカウトもいくらでも引けることになる。ソシャゲとしては前代未聞の、最悪なバグが発生したというわけである。ここでエナジー増やしておけば、年末年始のスカウトに備えられるよな。どう考えてもやる以外選択しないんだけど。この動画が拡散された後、他のユーザーも同じ症状を訴え、バグで獲得した契約書やアイテムの画像が、ネット上に拡散するという事態が発生したのだった。見たこともないくらい A ランクの覚醒アイテムがあるんだけど。これは S ランク契約書何枚あるのさ。さすがにコナミもこんな配布はしないだろ。あと、643エナジーも十分やばい。10連スカウト2回分くらいの量だからな。とりあえず、ほったらかしてたらプロスピのサービス終了するレベルだぞ。ネット上でことに気づいたユーザーがバグを利用する中、一方で大半のユーザーはメンテナンスが来ると踏んで、バグを利用していなかった。というのも、規約上にはバグによる報酬獲得は不正、とみなす文言が存在するため、フェスタのバグを利用して獲得した報酬は無効となる可能性があり、最悪アカウント削除に至るのではないか、というような推測がされていたからだ。まあ、ソシャゲでこれ認めてたらさすがにダメか。しかし、このとんでもないバグが発生してる最中、コナミ側からの対応は一向になく、ようやく深夜12時を回って不具合情報が更新されたものの、ゲームがアクセスしづらいとの情報だけで、コナミの対応の遅さにユーザーの不安が募り、もしかするとこのバグが放置されるのではないか、との意見がネット上で飛び交っていたのだった。まあ、さすがに放置はないだろうけど、確かに対応遅いと不安にはなるよね。そして、翌日29日の午前6時になってようやく不具合情報が更新。情報の内容は、プロスピフェスタ内でチケットが消費されないバグが確認された、ということ。さらに、バグ修正のため25時23時半にかけて緊急メンテナンスを行う、ということだった。1日経ってようやく対応があったんだね。不正に獲得した報酬がどうなるかは書いてあったのか？もちろんそれについても記載があって、規約2項に違反することから、フェスチケットを不正利用したユーザーの報酬を削除。また、過度な不正行為が確認できた場合は、アカウント停止処分に処するということだった。まあ、当然といえば当然だよね。そのまま報酬がもらえたらやり得だし、アカウント停止もしょうがないかな。バグを利用したユーザーがアカウント停止とのことから、ネット上では赤番をめぐって大騒動に、プロスピ秋の番祭り、と揶揄されていたのだった。そして、13日の15時にコナミ側が情報を更新。今回の一連の騒動を受けて、お詫びアイテムを配布すると発表。その中身はというと、S ランク契約書とゴールド契約書5項、メンテナンス後に配布するということだった。ただし、不正を働いたユーザーへの配布はなしとのこと。バグ期間中に何もしなかったユーザーが、完全に得をすることになってしまったのだ。まあ、因果応報って感じなんだろうね。ほとんどの人が何もしていないだろうけど。そして8時間をかけた緊急メンテナンスが終了し、フェスタバグを利用したユーザーがどうなったかというと、ご覧の通り、大量のアカウント停止ユーザーが発生し、
ネット上ではアカウント停止の画像が溢れかえる事態に至ったのだった。こんなにアカウント停止が来たんだね。ただ、バグを利用したユーザーの大半がアカウントの無期限停止を逃れ、そのほとんどが金曜日いっぱいまでゲームの利用を制限する、とのことだった。全員が無期限停止にはならなかったんだね。でも、あまりにもやりすぎると無期限停止だったらしいな。S ランク契約書を大量に乱獲してるユーザーとかは特に、実際に Twitter 上でこんな画像も上がってるぞ。まあ、やりすぎは良くないんだろうね。これが、プロスピ史上最大のバグ、とユーザーの中で今でも語り継がれる、フェスタバグ、の全貌でした。正直、ソシャゲ的にはよろしくないバグだよね。まあ、今よりもコナミのサーバーが弱かっただろうし、起きるのも仕方なかったと思う。今はサーバーがかなり強化されてるし、通信が遅いというのもなくなったしね。今後はこのようなバグは発生しないと思う。ただ、仮にバグが発生しても、それを利用しようとは思わない方はいいよ。フェスタの前例からわかる通り、後々コナミが修正入れるからな。しなかったらゲームとして終わってるよ。正直、このゲームは S ランク配布も多いし、エナジーも1ヶ月あれば余裕で1000配布感じだから、コツコツ遊んでたらいつの間にか強くなってると思う。だから、別に変なことする必要ないんだよね。みんなも正しい遊び方でプロスピを楽しもうね。